メンタルエステスクールホリスティック手相講師の浅野と申します。今日は皆さんに簡単な手相のワンポイントをお伝えします。前回、太陽指、太陽の指、薬指のお話をしました。今日は小指です。小指は水星指、水星の指って書くんですけれども、これはコミュニケーションですとか言語、あとはここが長いと子宝に恵まれる。小指の長い女性は健康的な美人が多いって言われています。皆さんの小指はいかがでしょうか。今日はここまで。